毎度ヤンです。本日はですね、ちょっとねリーグオーダーの方が今日発表なんですよ。さあ、うわさ、さあ、うわさ、リュウかよガチで昨日までずっと覇王やったやん。最悪やねんけど。え、どうなった？俺結構負けまくったん最後。え、意味わからんやん。ちょっと待って、見しょ。うわ、もうヤンキチ今日腹立ったからちょっとリアタイしてくるわ。いや、早速打率5割の人と当たる。えぐガチかよ。さあ、当然ながら1番バッター村林ですね。相手が岩隈投手なんで、まあ言うてしまえば有原投手の、まあ、カットボールがあの短いバージョンと思ってまあ戦っていこう。さあ、ここ集中。あー、オッケーオッケー。相手ツーシームから攻めるタイプね。オッケー。さあ、次内角ツーシーム来たら攻める。あー、オッケー。その方がナイスバウンド。いや、うまい。今のはうまいぞ村林。あのバウンドは天才的や。ゲッツーシフトなんで、やっぱもうセンター方向には持っていかん、持っていかんようにちゃんと流すちゃんとしっかり流す。さあ、ここ集中。ツーシームは張ってるよ。ツーシームはガハリ。はい、カットボールは見えてる。残念ながらカットボールは見えてます。いや、相手打率5割超えとったんでね、やっぱりここ1点は取っときたい。せめてここ満塁でもいい。満塁ホームラン、満塁ホームラン、いやちゃうかいや、打球上がらんもんやね。え、誰ピッチャー、マジ藤川さん以外にして、藤川さんはマジ2択やから。俺もうストレートとツーシームしか張ってない。もう上か下の2択やね、あれ。うおお、中川さん来た、中川さん来たよ。うお、変化量マイナス1か。オッケーオッケー。これやったらでも逆にややこしいが、これ長い方のフォークってどんぐらい落ちるんやろ。いや、ここ一発目みたい。あー、落ちへん方できた。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここ集中。はい、それは甘い。もう3球連続同じところはあかん、絶対にあかん。あんだけフォーク投げてるやんか、絶対に内角ストレート投げてくるから。見といてや、絶対内角ストレートやから。ポイントになりそうですね。全然違った全然違ったけど打っていくスタイル。絶対次こそストレートやから、絶対内角ストレート投げてくる。さあ、なおもチャンス。あら、チキン、危ない。ちょっと想像以上に速かったんやけど、しかもヒットすいません、今のヒットマジすいません。さあ、切り替えてテスト。はい、コロコロ野球はい、コロコロ野球開始されてますよ。コロコロ野球ですよ、これ。もう相手ストレスマックスでしょうね、きっと。さあ、ここ落合さん投入させて、ここはもう1本で終わりましょう。ここ1本で終わりましょう、とりあえず。いや、もうこうなってくる、多分相手もフォークばっかりしか投げないでしょ、きっと。オーケー。あっ、くそ。いや、今の捉えた思ったんやけどな。さあ、ここ集中していこう。さあ、次こそは捉えて、捉えて、捉えて。いや、大勢ありがとう、大勢ありがとう。ここで煽りはダサい、それはダサいからやめとこう。いや、まあ調子はどうって聞いてるだけか。まあ調子は絶好調ってことで、またあのチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。ではまた。